エドワード・トールマン・エドワード・チェース・トールマンは、アメリカの心理学者。マサチューセッツ州ウェイスト・ニュートン出身。1918年から1954年まで、カリフォルニア大学バークレー校で長く、教弁を取った。挙手的立場から、目的論的行動主義を唱え、行動主義心理学に媒介変数を導入した。彼は、すべての行動は目標に方向づけられているとし、 学習は目的に関わる行動に客観的な証拠事実であると述べている。そして行動は単なる刺激と反応の直接的な結合ではなく、その間に媒介変数としての内的過程が介在するとして SOR と修正した。また動物の行動を研究し認知的な学習に注目した。エドウィン・ガスリーやクラーク・ハルヤ、 バラス・スキナーと共に新行動主義を代表する心理学者とされるが、トールマンの立場は、ゲシュタルト心理学とも神話性を持つものであり、後の認知心理学の誕生を準備するものであった。ハのノ・ギオーラ編集の、教授、学習過程論の127ページには、長野茂氏により、トールマンは、動物と人における、目的行動という本の扉に、 ネズミにこの本を捧げると書いたほど人ではなく、ネズミに偏っていたというエピソードが紹介されている。ありがとうございます。